はい、おはようございます。佐渡伊藤酒店の朝から晩酌一期一会、10月の4日月曜日です。今ほど、朝は時間時刻は8時過ぎ、8時前の新潟県内のニュースで佐渡の中学生がなんか佐渡、世界遺産登録に向けてっていうか、そうなったら人がより注目するだろうということで、佐渡のその海岸、愛川の話か、海岸沿いのなんかこう景色をビデオで撮って、YouTube で出すっていう、その宣伝するっていうかアピールするような、そういうニュースをやっておりました。まあ、ぜひ、景色だけを撮るんじゃないか、この景色のところどころに、本人さんたちが入って、中学生の本人さんたちが入って、動きを見せて、表情を見せて、言葉で喋って、伝えてもらったら余計に面白いんじゃねえかなとふと思ったわけなんです。はい、景色だけをダーッと撮って、ここは、春日崎と言いましてとか言って、そんなの見せたところで、なんかそれだったら動画にする必要はねえんだからね、普通の写真でパシパシパシャッと撮れやそうって済むことで、せっかく動画にするんだから、皆さん、中学生のみんなが入って顔出してそれやった方が絶対思い出に残ると思うんで、ぜひやってもらいたいなと。学校の先生は怒るかもしれないけども、楽しくやって、みんなで笑いながら、はい、ニコニコしながらやってみてほしいですということを感じたわけです。この先年末までには、なんかいい話もあるんでしょうから、それに向けてやっぱりね、みんなも頑張っておりますから、いい結果が出て、その中学生の撮った動画もちゃんと利用されるようになれればなればいいんじゃないかなと思います。ぜひ楽しくやってください。以上、佐渡伊藤酒店朝から晩酌一期一会でした。